そうですね。ブログも、そっか。あ、そうだ、ブログもちょうど一緒に上がってた。はい。はい、ということで、本日も始まりました、毎日配信中 TAW 公式ツイキャスもがきゆライブ、はい、本日のゲストは若松大樹選手です、はい、若松大樹です、お願いします。いや、今日は、まあ、昨日と同じくそのいつもと違う時間でね、うん、配信を始めてます、はい、いつもね15時開始ですけれども、今日は20時からのスタートということで、今週はちょっといろんな違う時間帯をやっていこうかなと思ってて、で、まあ明日も多分時間は変更というか、まあ15時ではないです、多分最後に発表します。はい、で明後日も15時はちょっと難しいんで、まあその辺うまく追っていただけたらなと、YouTube にもね後でアップロードしますんで、見れない方は、YouTube でということで、なんかある、最初フリートークなんだけど。フリートークですか。うん、はい。なんだろうな。はい。今巷で話題の iPhone SE 第2世代というのがあるんですけど、なんかそれがこうなんかいいのか悪いのかみたいな話があるんですけど、まあこれ豆知識として覚えていただきたいんですけど、うん、私実はまだ未だにこの見えるかな。見えないか。見えないな。この iPhone SE というちっちゃい携帯を使ってるという、まあ豆知識で、はい、オープニングトークということでこれぐらいしか今日は。そうですね、コメントでね、フジタプロスクールがコラボを終了しましたってありますけど、多分これ自分このツイキャスを見てる人だけだとちょっと分かんないんですよね、きっと。昨日翔太さんと翔太さんのツイキャスに自分がコラボで参加してもらったんですけど、はいはいはい、なんか誰々がコラボを開始しましたってカッコでこのコメント欄に表示されるんですよね、はいはいはい、そのネタをやってるんですけど、多分うちのツイキャスだけ見てる人はちょっと伝わらないかなと、はい、思いますけども。飲みなさいねって、今日は飲み物飲んでいいんですね。あ、そう、今日は飲んでいい日みたいな。だから多分ね、よかった。そう、エナジードリンク、でもエナジードリンクでも違ったもんな、水でもダメだったからな、なんか法則があるのかもしれないけど、まあということで、昨日から、ゲストが一周したので、シーズン2ということで、はいはい、この三大まるまるを、視聴者投稿コーナーとしてね、視聴者の皆さんに、三大まるまるを募集いたしました、はい、その中で、決めていこうかなと、はい、飲むな、草書き、飲むな、草書き、やっぱ飲んじゃダメなんですか、言われてますけどもね誰なんだろう、どっちなんだろう、どっちなんですかねあ、浦野さんのコメントもね、今日は2010年の審査員が知りたいですってあるんですけど、それも昨日のツイキャスで、はい、あ、そうなんですね。そう、2005年かな、5年のツイキャスの、ツイキャスじゃない、M1 の審査員を藤田プロレススクールがただ言うっていうそう、審査員だけで、別に誰が優勝とか特に入れずに審査員だけはい、ということで、後ろには誰もいないですよ、はい、誰もいないですから。あ、影山さんもこんばんは、お疲れ様です。お疲れ様です、はい、ということで、視聴者投稿コーナーの、三大まるまるとしてやっていこうかなと思っています。はい、ということで、本日最初の視聴者投稿の順番を間違えた、これだ。で、今日は、はい、若松編ということで、はいはい、もうね分かってるけど、もうゲストとして若松が来てるから分かってると思いますけど若松編としてやっていきたいと思います。じゃあ1つ目こちら、三大会津若松のいいところ。はい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 、3つか。そうです、なるほど。会津若松、まあ出身地、はい、会津若松、はいで、いいところ、いいところ、三大おすすめスポットみたいなね。ああ、なるほど、おすすめスポット。そうそうそう、まあいいところでもいいですね。いいところ、こういうところがいいとか。はいはいはい。うん、わかりました。はい、はい、影山さんがツイキャス最前線を勉強しに来ます。別に最前線ではないですけどね。最前線ではないんですけど、まあ毎日、4月の5日から毎日やらせてもらってて、もう一応予定としては5月6日終わり。多分5月6日ぐらいになったら。ある程度は落ち着くかなっていう希望的観測と、あとは
もうしんどいなって。はい、OK。OK です。ました。はい、じゃあ決まりました。会津若松のいいところ、一つ目。はい、最初はこちらです。はい、人が温かいという、まあ、人情深いと言いますか。はい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 。まあ、そうですね、その、なんていうんですかね、その、まあ、いい意味でも悪い意味でもなんですけど、うん、セールス業をするなら会津若松に行けって言われてるんですよ。ほう。結構その困ってる人を見たら助け、安いじゃないですけど、へえ、はい、あ、そうなんだ。そうなんですよ。会津は本当にそれぐらいいいっていうか、そのやっぱこう相手の気持ちになるのがそのあれって言いますか。なんでこの前その帰省した際にそのポスターをその後楽園大会のポスターを貼らせてもらうために、はい、いろんなお店行ったんですけど、断られたお店がなかったんで、へえ、それぐらい、はい、すげえ、やっぱこういうことやってるんですっていうだけで、あ、じゃあ協力しますっていう風に言っていただけるんで、いいね、あったかいね、それは。それもあったかいんですよね。はあ、なるほどね、はい、もうなんか、なんて言ったらいいんだろう、人情味あふれるというか。まあそうですね、そこはやっぱ特に感じますね。うん、ね、はい、なんか、よく言うのはなんか都会の人はその、なんだ、家と家との関係があんまりないってよく言うんだよね。はいはいはい、そうですね。まあでもこれ東北の人はまあ特にっていう感じなんですかね。まあそう、俺は田舎だからさ、はいはい、生まれが、だからもうそれこそ、だいたいわかるから、はい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 、人も少ないし、そうだから多分そういうのなんかね、協力してもう冬に打ち勝たなきゃいけないから、東北の田舎は。そうですよね、はい、そう、そう、特に雪かきとかやっぱ大変なんで、そうなのよ、住宅街の奥に行けば行くほどその大変なんで、そう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 、やっぱその前の人との、うん、その連携じゃないですけど、いろいろ協力し合って、そう、雪かきもただ雪を家の前に出せばいいわけじゃないですからね、はい、やっぱいろいろあるんですよ、雪かきのルール的なの ね、地域によっても違うし、はい、多分、はい、じゃあ1個目がもう人が温かい、はい、そうですね、あ、いいですね。さあ、じゃあ2つ目をお願いします。はい、消すときはね、持って消してくれるとね、ありがたい。なるほど、テーブルがこれ揺れるからね、カメラがすごい揺れる。後ろの人が2人になる、2人にというか、まあ1人もいないからわからないんですよ。全く話が入らない。そんなことないですよ。でも人があったかいということをしっかり今言ったじゃないですか。何、温かなる放送、温かなる放送はよくわからないな。なんだろう、コメントではね、インフィニティって思ってますね。お、インフィニティさんはどこにあるの？もう会津、もう会津若松、はい、地元にありますね。はあはあ、はい、書けました。はい、じゃあ三大会津若松のいいところ二つ目。はい、こちらです。ラーメンがうまい。あ、もうこれはね、これあの北方会津、北方とはまた別なんですよ。北方市と、北方市と会津若松市は別で、まあ、北方市は、まあ、はいはいはい、その名の通り北方ラーメンっていうのが有名なんですけど、会津若松市は会津若松市で会津ラーメンっていうのがあるんですよ。あるんだ。はい、で北方も一応会津の北方市なんですけど、北方ラーメンとは別で、こちら会津ラーメンっていうのがあって、へえ、はい、あるんだ。で会津若松市にもなんか会津ラーメンクラブみたいなのがあって、そういう感じで結構会津若松市もラーメンに結構力入ってて、うん、へー、この前その言ったのは北方市だけ そのラーメン3店舗、この前 そのもがきゅうライブで言わせてもらったんですけど、ね、うん、会津若松市も美味しいラーメン屋さんいっぱいあるんですよね。ほう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 、はい、ちなみにじゃあ1個2個ピックアップするとしたら、ピックアップするとしたら、うん、じゃあ、お、書いてくれる、ありがとう、ありがとう。ああ、いいね、会津も、あ、じゃあもう福島いいな。会津も北方もラーメンががっちり激戦区だとしたらね。いや、そうなんですよ。一蘭も有名ですよね、は違うんですよね。一蘭はもう全国なんですよ。多分有名って言っても福島オンリーとかじゃないんですよね。全国、なんなら世界にチェーン展開してる。どさんこラーメン、はい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 。どさんこラーメン、北海道、北海道でラーメン、北海道って言ったら味噌ラーメンのイメージですね。はい、はい、じゃあ会津若松、会津若松のラーメン店おすすめ。はい、はい、今回は2店舗ちょっと紹介していただきます。はい、こちらです。淀屋さんと会津飯という、この2つこれ別のお店なんですけど、ほうほうほう、はい、淀屋さんと、はい、会津飯さんで、この淀屋さんが、醤油ラーメンが、はいはいはい、美味しいお店で、うんうんうん、この会津飯っていうのは味噌ラーメンが
美味しいんですけど、淀屋さんも会津藩も、うん、両方ともあの値段が安いんですよね。おとにかくリーズナブル、リーズナブルで、はい、で味もちゃんと美味しくて、普通にラーメン大盛りだと500円とかで食べれるんです。マジ、はい、で結構 量もあって、へで、まあ、近くにその高校があるんで、あ、はいはい、学生がいっぱい行くようなお店なんですけど、そうね、そうね、はい、はあ、安いね。でもそれは安いんですよ、いい、ね、めちゃめちゃ美味しいんですよ。そして、はい、会津若松市にある淀屋さん、会津藩さん、はい、はあ、いいね。ぜひこちらもおすすめなので、うん、はい、ぜひ行ってみてください。腹減ってきた。まだ晩飯食ってねえんだよ。本当ですか。腹減った。はい、じゃあ会津、三大会津若松のいいところ3つ目か、はい、3つ目。今のところね、人が温かい、あとラーメンがうまい。いやー、いいね。ラーメンうまいのはいいな。なかなかね、そのもう今はね、外食もちょっとためらう時期というかね、なかなか厳しいんでね、こんにちはと、ダイナソーダグマが。いやー、ダイナソーはね、なんだろう、ダイナソーがね、ダイナソーと吉田がインスタの方でね、インスタライブとかちょいちょい、ね、ダイナさんが最近インスタグラム始めたみたいなんで、ね、それ で、はい、それでね、始めてて、はい、はい、じゃあ OK です。3つ目、はい、こちらです。日本酒が美味しい。いいね、はい、日本酒がうまい。はい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 、はい、まあ、本当にそのこの前のツイキャスでも言ったんですけど、うん、日本酒本当にその福島県で見てもその福島県自体がその日本酒で、うん、その日本で一番その金賞っていうのが多いっていう県であって、その中でも会津は本当にその会津っていう名前がつくお酒もいっぱいあって、うん、有名でしかもそれも会津娘っていうお酒だったりとか、その会津中条っていう宮泉、あ、そうです、宮泉も、はい、鶴の江末広かな、そうですね、これ全部会津の有名な、まあ、末広とかは特に有名ですね、有名な日本酒、はい、はあ、なるほどね。どこに行っても、はい、どのお店でも日本酒が美味しい。まあ自分そんな日本酒飲まないんですけど、うん、それでもやっぱ美味しいなって思うんで、はい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 、はい、やっぱ日本酒、酒どころ、会津若松、まあ福島、はい、会津若松、いいね。あ、じゃあなんかちょろっとあれもう説明、インフィニティさんもちょっと説明して。はい、インフィニティは本当にそのプロレスの一応バーっていう感じなんですけど、うんうんうん、その入場料取れるんじゃないかってぐらいそのグッズがいっぱいありまして、はい、それでもその安くてその女性だと飲み放題で2000円で、安っ、2000円、マジで、はい、安っ、大丈夫なの。男性が、2時間2000円、3時間3000円、4時間2000円、2時間2000円でも別に、いや、そうなんです、1時間1000円でしょ。そうなんです、1時間1000円飲み放題なんです、それで、バーで、はい、でいろんな試合がこう見れて、で、まあ、自分とか花見さんが入ったことによって 2AW の試合もそこそ流していただいて、おー、ありがたい、ありがたい、はい、ありがとうございます。そこ行ってっていう感じでそのファンになってくださった方も、おー、はい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 、いるんで、でそこのオーナーがその一人で一応店お店やってるんですけど、うんうん、プロレス、まあ、一ファンとしてプロレス楽しんでて、うんうんうん、で、まあ、自分とか花見さんみたいにこう夢を持った若者をバックアップじゃないですけど、あ、応援してくれて、はい、応援してくれてっていう感じで、はい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 、まあ、ぜひ本当に、あ、楽しかったですという、はい、コメントも。浦野さんの海浜幕張にあるのは全然絶対違いますね。会津若松にあります。海浜幕張ではないです。そんなフラッと行けるところではないですね。はい、福島の会津若松市に、はい、あります、はい、バーインフィニティ、プロレスバーインフィニティですね、はいはい、あ、コメントで立て付けは私のよってもうね2週間言われ続けてますけど、はい、そうですね、このね飛沫感染防止用のね、はいはい、この立て付けはね、はい、藤田プロレススクールの備品を、ね、はい、備品をちょっと、まあ、組み立ては自分たちが、はい、そうだね、備品をちょっと使わせてもらってますね。はい、はい、ということで、なんだっけ、人があったかいと、はい、ラーメンが美味しい、はい、と日本酒がうまい、はい、なるほど、この3つが、三大会津若松のいいところということで、はい、はい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 、おー、いいね、いいね、もうみんな会津若松に行きたくてしょうがない。本当ですか。じゃあ次はこれかな、もうじゃあそういうことね、まだ会津若松の思い出みたいなもんだけど、はい、三大学生時代の思い出。おー、ほうほうほう、はい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 、
なるほど。学生時代で若松大樹少年が高校、うんうん、卒業、そうですね、高校卒業して1年、うん、あ2年働社会人として働いてこっちに来たので、はいはいはい、まあ、小中高ですかね、はいはい、学生時代小中高と学生を高校時代まで、はい、育ってきた、なるほど、会津若松での思い出ですよ。思い出か、はい、じゃあ聞いていきます。あ、今のスクール生はちょっとうーんカウントしたらちょっと難しくなるんだよなそれ入れるとちょっとめんどくさくなっちゃうから高校時代までにしよう、まあ、それ入れたらまあ日直を担当したっていうのは、ね、そうちょっとなんか長くなりそう期間が飛んでるからそうですね、はい、三大学生時代高校生までですねまでの思い出ということで、学生時代か、超絶田舎だったからな俺は。成績が悪すぎて母親が呼び出されて泣いてたのが思い出、浦野先生の思い出はだって終電が高校の時行ってた学校新庄北高校で、俺帰る時帰るために終電が8時14分か16分なの、はい、早いですね。でそう野球部でやっぱ夜練とかやるとさ、はいはいはい、8時まで練習とかやるからさ、はい、もうめちゃくちゃ急いで着替えて、全然間に合わないことなんかあったし、その場合どうしたんですか。いやもう親に迎えして、ごめん迎え来てって言って。なるほど、そう、はいはい、来ました。はい、じゃあ三大若松大樹の学生時代の思い出一つ目、はい、こちらです。体育祭の開会式また限定的な、はい、なんですけど、自分の高校がその1年に1回、うん、あの三大行事を回すっていう感じで、自分が高校1年生の時が、うん、なんだっけ、文化祭で、高校2年生の時が、合唱祭で、高校3年生が体育祭だったんですけど、おなるほど。その自分、知ってる方多いと思うんですけど、一卵性の双子なんですね。あ、はい、で、まあ、顔が結構似てる弟が、うん、似てるねいるんですけど、その弟と、この体育祭がなんかその紅白で分かれる、なんかその学年でも紅白で分かれて、その なんていうんですかね、 1から3年生 の、 その紅白で、そうです、うん、そう分かれるって感じ で、はいはいはい、で弟とは自分は別な、自分が赤で弟が白だったかなってなって、はいはい、うん、それなんかその体育祭で2人で開会式をしてほしいというふうに言われたんですよ。校長先生に向かって、はいはい、選手先生ね、はい、選手先生を頼まれたんですよ、はいはい、もう一卵性でもう仕掛けてやろうと、はい、でこれはちょっとなんとか面白いことやんなきゃいけないなという感じになっちゃって、じゃ漫才をしようとなったんですよ。おお、いいね、学生っぽい、はい、でもうちの学校なんかそう結構地元でもなんか規則とかが厳しくて、なんかそういうバラエティ系のことが許されない学校だったんですよ、本当にそれは悲しいな、はい、そうなんですよ、なんでその弟と一緒になんと校長室に頭下げに行って、前日にやらせてくださいと。校長先生めちゃくちゃ渋ったんですね。はいはいはい、はい、そんな、まあ、伝統のある学校でじゃないですけど、まあね、今までちょっとね、はい、厳しく先生でそんなことが許されるわけないだろうと。でもどうしてもやりたいんです、お願いしますっていうふうに頭を下げたら、うん、校長先生が渋々了承をしてくださって、やった、でなんとか開会式できたんですよ、うんうんうん、そしたらその開会式大受けで、選手先生めちゃめちゃ受けて、で弟と自分はすごい満足したんですよ、うん、そしたらその何ですかね、実行委員長賞みたいな、なんかこう偉い人がこのクラスが一番良かった、応援とかめっちゃ良かったからっていう賞、はいはい、をくれるんですよ、うんうんうん、でまあその委員長賞が、うん、3年4組で、うん、教頭賞が1年3組みたいな感じであって、うん、でその校長賞が、うん、なんとクラスじゃなくて、うん、自分と弟がもらったっていう、おー、はい、あんだけこう やんないやっちゃダメだって言ってた校長が、はい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 、なんか面白かったのか分かんないですけど、はいはいはい、自分と弟にくれて、はいはい、それを、いいね、それめちゃめちゃ感動したっていう、それはいい思い出だわ、思い出ですね、はい、すげえな、校長先生は秋先生ですか、いや違う、秋先生ではないです、ね、秋先生ではないです、秋先生は多分校長賞とかくれない、はい、まあそういうでシーンやられるだけだと思う、そういう思い出、あー、いいね、いいじゃない、はい、いい高校、高校です、高校時代の思い出、高3の時の、はい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 、はい、
じゃあ2つ目をお願いします、はい、ね、浦野さんはもうずっと携帯の状況を教えてくれるんですよね。昨日のツイですからね充電何パーしかない、充電何パーしかない、残り3パー2パーになってしょうがないから充電します。いや、いい話ですよ本当に。学生時代の思い出か、そんなにガンガン前に出る方じゃなかったからな。来ました、 OK。 じゃあ2つ目、はい、2つ目はこちらです。ヤンキーを怒らせたと。ほう、はい、ほうほうほう、まあね、田舎には結構ねいるからね、はい、まだそうなんですよ、うん、まあ、この話はあの自分が中学2年生の時の話になるんですけど、はいはいはい、あの一つ上の、あ、自分バレー部だったんですけど、うんうん、一つ上のバレー部の先輩が、うん、その弱々しい先輩ばっかりだったんですよ、うんうんうん、で別にその自分たち舐めてたわけじゃないんですけど、うん、なんかあのそのいや昼休みとか結構自由な時間ってもちろんその学生生活の中であると思うんですけど、うん、そこでなんか自分たちが家からボールを持ってきて外でバレーボールやってたんですよ、うん、そしたらなんかそのヤンキーを連れたそのバレー部の弱々しい先輩がなんかそのボール貸せよみたいな始まって、その場では貸したんですよ、ヤンキーが怖かったんで、うんうん、なんですけどその放課後の部活動からちょっと反抗し始めまして自分たちが、あ、まあまあ、そんなことやられたらな、うん、はい、そしたらその先輩方がなんかそのヤンキーにそれをチクって、うん、で本当になんか昼休みに呼び出されたんですね校庭に。おお、でその時点では別にヤンキーは怒ってないっていうか、まあ、お前ら舐めてんじゃねえぞぐらいだったんですけど、まあ、そうだなそこでそのヤンキーにやられたことっていうのが、うん、お前らゴールキーパーしろと言われて、うん、ヤンキー10人ぐらいが、うん、なんかその10人に対して20個ぐらいのボールを思いっきり自分たちで蹴ってくるんですよ。おお、はいはいはい、で距離とか構わず本当目の前からバコン蹴られたりとかして、で、まあ、自分たちその止めて転がしてみたいなこういろいろやってたんですけど、そのうちなんかそれに飽きちゃって自分が、うん、なんかそれでこう飽きてる中でボール来てとっさにあのレシーブをしちゃったんですよバレーの、はいはい、そしたらそれ見て体に染み付いてるからね、はい、それ見てなんかなぜかめっちゃ怒り出してお前舐めてんのかっつって、うん、おー、はいはいはい、でこう胸ぐらつかまれたところをなんか先生がちょうど来て、うん、やめなさいみたいになってその場ではこう終わったっていう話なんですけど、はい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 、だから怒らせたで終わった、ヤンキーを怒らせたっていうなるほどね、そこからは別にないんだそこからは別に、はい、とりあえずレシーブしたら謎に切れてきたっていう、レシーブと謎に切れられたんですよあ、なるほどね、はい、それは確かに印象深いわ。いや、とっさにやっぱ出ちゃうんですよね、っねやっぱ。まあね、染みついてるんで、毎日のようにやってる動きだからね、はい、なるほど、それでちゃんと、なんか舐めてんのかなヤンキーをレシーブで怒らせたわ、いいな、そういう話ですもうパッと見分かんないもの、状況がまあでも本当におも、これは思い出ですね、はいはいはい、レシーブで怒らせたっていう。ああ、いいね、はい、いいね、いい思い出持ってんねOK、3つ目いこう。3つ目、なんだろうな、何がいいかな。学生時代はね、学生時代、アタックナンバーハーフ、アタックナンバーハーフっていう映画聞いたことあるな、なんだっけな、すげえ聞いたことあるぞ。あ、ダイナソーはドラクエやってんだな、さっきからずっと何のこと言ってんだろうと思ったけど、最近はもうあまりに時間がありすぎるんでね、俺も、まあ、この前のコマンドの DVD 買って、今日かな、今日はもうなんか RPG やりたいと思って、テイルズ・オブ・ジアビス以来テイルズシリーズをやってなくて、今やっとテイルズ・オブ・エルセリアかな、ベルセリアを買いました。2016年発売だったかな。 OK、 はい、じゃあ若松大臣の3大学生時代の思い出、3つ目、思い出というか、やっぱ自分ってそうなんだなって思った話なんですけど、こちらです。あの同級生がめっちゃ心配してきた話です。何それいや、これあの 思い出というのか分かんないですけど、自分の学校その一応進学校なんですよ。お、はいはいはい、進学校でその、まあ、大学に学年の 98% は大学に行くみたいな、まあ、そういう学校なんですけど、うん、あの自分はその勉強が好きだからその学校に行ったとかじゃなくて、うん、あのバレエがめっちゃ好きだったんですよ中学、はいはいはい、もう本当にバレエだけを
うん、その生活バレエを基準に生活しようっていうふうに決めてて、そのバレエが強いからっていう理由でこの高校に行ったんですけど、うん、まあ、いかんせんその勉強は楽しくないと、まあまあそうね、なんで部活動のために学校に行ってたんですよ、うん、そしたらあの高校3年生のそれこそインターハイ前ですね、うん、もう部活が切羽詰まって、うん、もうやるしかないっていう時に、はいはい、あのうちの学校そのテストの1週間前から部活動が全くできなくなるんですよ。あー、はい、ある1時間たりともできない。なんか2週間前ぐらいからなんかその1時間だけ部活動1時間だけになって、はいはいはい、1週間前は完全に停止っていうふうになって、でその初日もうそのそうなった初日からもう結構自分はもう学校に行きたくないなってなってたんですよ。あ、もうね、楽しみの部活もないからね、はい、まあ、でも結果から言うと自分はあのその無遅刻無欠席でもう皆勤賞だったんですけど、おーおー、まあでもずっと行きたくないと思ってて、あ、はいはい、そしたらあの、いやいやね、そのいよいよそのテストが始まれば1時間だけ部活ができるんですよ、また。ああ、はいはいはい、はい、でいよいよ明日からテストだっていう、うん、その時その日に、うん、もう自分本当にこう魂抜けてたんでしょうね、うん、もう同級生がみんな、え、お前大丈夫みたいな、顔死んでるよみたいな感じで、その時に自分そのあ、やっぱ俺はなんかその部活がなければなんかそのダメなんだなっていうのをめちゃめちゃこう感じて、いや本当にそれぐらい目合えば合うやつがそのみんな、え、お前大丈夫って言ってくるんですよ本当に。そんなに終わってたんです、はい、そのぐらい多分その自分無意識なんですけどそのぐらい死んでたらしくて、なんでその自分はやっぱ部活がなかったら高校楽しくないんだなって思ったっていう話なんですけど、いやでもね逆に部活のみをもう楽しみにしてたんだろうね。いや、そうなんです。それをなんかより一層感じたっていう、あ、まあ、これ思い出ですね自分的には。すげえな、そんなにそこまでだったな。あ、そうですか。部活野球やって、まあ野球もちろん好きだけど、はいはいはい、あの上手くないから、あ、自分も上手くはなかった、下手だから、はい、なんかね、どうしても差が上手い人の差をすごい感じる。あ、でまあそんな常にレギュラー張れるほども上手くないから。あ、そうなんですね。そう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 、だからね、なんかそれこそ打撃とか守備スランプ入った時は、はいはいはい、いや行きたくねえなーって、行きたくねえってなってた。そうなんだ。後ろに人が見切れてないですよ、きっと。めちゃくちゃなんか来てます、ね、見切れてないですよ。後ろにだっていないですよ、はい、きっと。はい、ということで、そんな感じで、今のが三大学生時代の思い出ということで。はい、思い出ですね。まあ、ちょっとあんま身がなかったっていう。いや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 。いや学生時代の思い出でね、そんな3つも素晴らしいエピソード持ってる人いないよ。大丈夫、大丈夫。ありがとうございます。じゃあ、なんだろうな。今じゃあ、今はね、こういう時期だからなかなか厳しいかもしれないけど、わわん、三大休日の過ごし方。なるほど、はいはいはい、これですよ。まあ、ほんとね、皆さんもう見てる方も、もう今のこの状態でね、なかなか休日どうして過ごしたらいいか分かんないっていう人はね、絶対いますから、うんうん、もうなかなか外出もできずに、はいはい、ね、いろいろNHK みたいな話しろ。そう、昨日はね、めちゃくちゃ真面目な話、笹村が、そう、1個の話だけで25分ぐらい話す。三大〇〇の最後の1個だけで。三大休日の過ごし方、まあこれはもう今じゃなくていいんでね、その以前もう自由に外出できてた頃の、休日の過ごし方でもいいんで、はい、はい、ということで、はい、1個目、はい、こちらです。寝る素晴らしい。まあ、これはもう、もうむしろその道場寮に住んでたら、はい、もうそうだよね。そうですね、うん、まあでも自分そのもともとその地元で働いてる時も、うん、その社会人になっても自分バレーボールやってたんですよ、その2年間の間。はい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 。でそのバレーボールも、うん、そのバレーボールって一つの競技なんですけど、うん、その6人制9人制、または革のボール、ゴムボール、ソフトボールと、あ、男女混合、男女別っていう、なんかこういろんなルールがあって、意外と分かれてるんだね、細かく、はい、だからそのチーム数で言ったらそのめちゃめちゃ自分チームに属したんで、うんうん、その都度その毎週
毎週末大会で埋まってたんですよ、予定が。なんでその仕事して週末は大会に出てって感じで、たまの休みは本当になんでこう体力を回復させるために寝るって感じでしたね、はいはいはい、なんで今でも本当に なんで多分そんな特化した趣味とかがないんで自分、うん、なんでやっぱ休息、まあ、寝るっていうのが、はい、一つ大きなあれかなとは、過ごし方かなと思いますね、はいはいはい、いやでもこのバレーボールがそんなに細かいとは知らなかった。いや本当にそんな細かくあるんだね。テレビでやってるのがその 6人制 の、 人、ね、うん、あの普通のボールの、まあ、男女別も、うん、もちろん男子は男子、女子は女子。あの普通のボールはソフトのボール、いえあれは革ボールっていうのが普通のボール。あれは革、はい、革ボール、はい、え、ソフトボールっていうのはどういうボール？あのソフトボールは柔らかいんですけど、うん、なんだろう、まあ、柔らかいボール、柔らかい、なんかあるから、そのなんだろう、柔らかくて、なんか小学校の時にさ、体育館にボールあって、そのあの柔らかいボール、あれは多分ゴムボールですね。あれはゴムボール、はい、はあ、難しいな。いや難しい、それとはまた違うんだ。また違うんですよ。へ、はい、え、もう大体こんなもんかな。あ、そうですね、はい、普通のボールがそうですね。ソフトはちょっとでかい、ちょっと大きいです。へえ、はい、だって9人とかさ、はい、コートは一緒、コートの広さも違います。その辺によって 違うんだ、はい、でネットの高さも変わったりするんで。ああなるほどね。で同じその例えば男女混合の6人って言っても、うん、ネットの高さがその大会ごとに違ったり、あ、大会ごとに違うんだ、はい、あとチームごとにその違ったりっていうのがあるんで、なんか本当に毎週末バレーの大会で自分は埋まってます。できるならそのチームに属したんで、それこそ隣の新潟のチームとかにも入ってましたし、はい、じゃあでもその毎回毎週のように大会があるってルールが違う大会ってこと？ああそうですね。大変じゃない、はい、それ。大変ですね。そのブロックってそのバレーでそのネットの上から手出して、うん、でこうそのボールが当たったら、うん、それが1本って数えられたり、ほう、それが当たったとしてもレシーブトスアタックで3本その後触っていいとか。あ、それでも、なるほど、ね、はい、やっぱそのこれも触った時点でも1、はい、とかの時もあれば触ってもはい、そこから1、2、3でいける、はい、の時もあるっていう。へえ、はい、そうなんだ。そんなにいろいろあったんだ、はい、バレーって。全然知らなかった。バレーボールは、はい、本当あのテレビでやってるやつしか知らなかった、はい、そうですよね。そうなんですよ。へえ、なるほどね。はい、あ、まあ、休日の過ごし方はとりあえず1個目は寝る寝る、はい、はい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 。じゃあ2つ目を、はい、それは混乱しそう。本当にただでさそんなルールいっぱいあって、それでね、毎週のように違うルールでやってるのがすげえ大変そうなのね。公式やって軟式やってとか多分できないもんね、野球だったら。全然違うもん、打撃の感じと。 NHK みたい。あ、もう2週目は NHK みたいなのを1個入れなきゃいけない毎日。はい、できました。はい、 OK。じゃあ三大休日の過ごし方2つ目、はい、これは今に特化したものなんですけど、まあ、今というかこの医療生活に特化したものですけど、こちら、はいはい、外国人と英会話。おー、なるほど、はい、はい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 、まあ、寮にはその、まあ、練習生の1人含め、アダムさん、ラトレルさん、そしてまあ練習生の1人がいるんで、ね、うん、あの全部で 3人の外国人がいるんで、この機会にと、あのその、うん、まあ、自分と、まあ、シューマとシチャリーとは、まあ、そうですね、英会話を積極的にやろうっていうことで。お、素晴らしい、ね、コミュニケーションを取って、うん、はい、現地の人にと話すのがね一番いいっていうか、ね、そうですね、英会話に関しては、はい、はい、でも自分よりもその正規の英会話能力が、うん、その著しく上がって、うん、そうなの、はい、最初は全然会話になってなかったんですけど、今はもうお互いキャッチボールできてるんで、すごいなと思って。すごいな、はい、あの外人たちも日本語もね覚えてくれるからね。そうですね、はい、日本語を本当に積極的に勉強してくれるから、はい、でまあ、会話してやっぱその楽しそうにしてるのがやっぱいいなと思って、せっかくやっぱ日本に来てるんで、やっぱ楽しんでもらえたらなと思ってるんで、ね、まあ、一緒に会話して、そうすればその単純なその雑用とかっていう仕事でも、まあ、楽しく会話しながらできればその、ね、いいかなというふうに思ってるんで。いや、素晴らしいね、はいはい、そう、生きた英会話、はい、瀕死の英会話はないと思うけど瀕死の英会話は何だろうな、生きた英会話の半語だから、それこそ日本人と喋るのか瀕死の英会話なのかな悪い日本語は教えてないよね。自分は教えてないです、うん、あの、まあ、梶さんかな、
悪い日本語悪い日本語ではないんだけど、はいはいはい、なんだろうな、なんか違うんだよな。まあまあドブロックさんとか、ね、ドブロックとかちょっと遅えんだよな。ちょっとはい、はいはい、じゃあ2つ目が、今ね、はい、今寮生活をして、ね、寮生活の中で外国人との英会話、はいはいはい、寝るか外人と英会話してるか、あともう一個は何だ、流行を教えてるだけではないんですよ、カジさん。カジさん、流行を教え、流行ちょっと遅い。だってずっちりなは絶対流行じゃなかったですから。アダムが何回目に来た時かなかに教えてるけど、そうインターナショナルですよ、もううちの若手は。はい、できました。3つ目、はい、3つ目はこちらです。料理ですね。おー、はい、おーおーおー、料理、まあ、普通にその生活してる中でその練習終わって、まあ、ご飯を入れなきゃいけない、うん、でご飯入れた後トレーニングしてまたご飯を入れなきゃいけないっていうと、うん、こうちょっと疲れた中でその、はいはいはい、料理をするとなると、うん、料理じゃなくて調理になっちゃうんですよ。あ、ただなるほど、ね、ただ肉を茹でるだけ、はい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 、肉を焼くだけっていうふうになっちゃうんで、うんうん、この休日を利用してちょっと調べながら作ってみようかなみたいな感じでちょっといろいろ作ったりとかはしますね、はい、ちなみにじゃあ一番最近作った料理は、一番最近作った料理は、うん、なんだろうな、あ、何作ったっけこの前おいおい、ね、でも一番最近は覚えてないですけど、うん、じゃあ自分の中で、あ、これはいいもんできたなっていう手応えあったわっていう料理は、すき焼き、鶏のすき焼き風うどん。おうおうおうおお、ね、あ、美味しそう美味しそう美味しそう、はい、でそのうどんを米に代用しても食えるんで、ああなるほどね、はい、はい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 、まあ、なんか鶏のすき焼き風のなんかタレ、なんかタレみたいな感じですかね、はいはいはい、ああいいね、はい、あ、うまそううまそう、はい、うまそう。でもこっち来るまで本当にそのみりんとか使い方というかみりんってなんだって感じだったんで、わ、ね、はい、かるわかる。やっぱ調べながらそのいろいろ作ると、うん、まあ、みりんとかやっぱその日本酒大事なんだなっていう、大事だよね。ね、俺もびっくりしたもん。びっくりしますね、大事だわ、はい、味すげえまとまってくるなって思うもん、ね、はい、うん、日本酒なんて水で代用できんじゃないかとかって思うんですけど、そう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 、日本酒大事だわ、全然違うんだよね。大さじ1って何とかって感じで、大さじ1でそんな変わるみたいな、めちゃめちゃ変わりますからね、本当に、うん、いや本当に思う、びっくりした、はい、それは料理してみて分かった、はい、パチンコは休日パチンコは、パチンコは、パチンコはよく、それこそ地元にいるときはまあまあパチンコでしたねまあ地元にいるときは、はい、パチンコ、まあ平日でも分かる分かる、問わず行ってたもん、はい、今行けないのはね辛いんだけど ね、今行けないですね。そう、パチンコはね、パチンコ3台あ、でもやったか、好きな台3台パチンコはやりましたね。やったもんね、はい、スロットは打つ、スロ、自分でもスロットの方が基本、ああそうなんだ、はい、そうなんですよ。あ、なるほどね、はい、じゃあスロットで3台好きな台やりますかどんどんなんかそういう面がいやいや、もうそういう番組だから。なるほど、じゃあこれ3つ一気に出していいですか、ね、ああそうね、3台スロット、スロットは俺前に、ああそうですね、そうそうそう、パチンコだとね、好きなのはやっぱ北斗無双と、今だとあれかな、刑事漆黒、いやそれですね、刑事漆黒は面白い、めちゃめちゃ面白いです。あとはなんだろうな、やっぱそのパチンコね、新基準になってから、ね、マックス1500じゃないですか、はいはいはい、そう1500でね、なかなかそのループ率高いって言ってもやっぱり2400発出てほしいなっていうのはあるんでね。あと何だろう、新基準のやつだったら仕置き人かな、仕置き人は面白かった。しかもダイナマイト漆黒は、え、あでもダイナマイトキングはマジでハマったな。ダイナマイトキングの感じで漆黒だったらえぐいな。はい、全然へそ回んねえ。
はい、はい、じゃあ行きますね、はい、自分の3台3台スロット、はい、ちょっと上2つは今置いてないんですけど、うん、こちらです。はい、1個目がバジ絆、はい、で2個目がオスバン2、オスバン2ですね、はい、で3が凱旋、凱旋ですね、あーいいね、はい、いいね、どれも、まあ、いわゆる爆発する、はい、もう自分大爆発する機種ですね。自分は本当に勝負するならって感じだった、はい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 、低下しとかも全然打たなくて、スロットやるなら20のこの爆発する、はい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 、あれだな。だからオス番長2はその、うん、お店では打ちないんですよ。ああそうか、はい、そうね、打ってないんですよね、うん、番長2は、はいはいはい、はい、なんでそのゲーセンでやってたんですけど、やっぱ番長2面白いですね、うん、いや面白い、はい、やっぱなんだかんだ言って番長シリーズは面白い、はい、どれも面白い。で最初自分のスロットの触りがゴッドの凱旋だったんですけど、いかっちり触りだな楽しくないだろ最初に打ってもでも 初打ちでもう普通になってるんで、あそれは楽しいわ、もうはい、それは楽しい、もうそうなんですよ、それは間違いなく楽しいわ。動画から入って、はいはいはい、あプチュンってこれかみたいな感じで打って、うん、ちゃんとそれしてるんで、はいはいはい、いやそうなんですよ、ゴッドの凱旋は、まあ、今あコメントでね、ジャグラーしかできないっていう方いらっしゃいますけど、ジャグラーできたら大体できますよ、大体できます、はい、もうジャグラーできたら本当に大体の台打てます、そうですね、そうもうな A タイプ打てる人は AT、ART 機なんか全然、はい、全然それこそ凱旋なんか何もしなくていいですから、ただコイン入れて3つボタンを押せ、レバー叩いて3つ押しゃもうあと何でもいいですか、はい、まあ、設定判別とかいろいろあるのがややこしいんですけど、うん、まあ引けばいいんで、いや通知ゴッドはいいな、はい、それは楽しいわ。でバジリスク絆もなんかその、うん、あれって動画だけじゃなんか全然分かんなくて、うん、なんでこれってずっと思ってて、じゃあ、うん、打ってみればいいやって思って、うん、打ち始めたんですけど、うん、何も分からないままその初打ちしてエンディングまでいってるんですよ、これも。すげえ、はい、初打ちで行ってるんですよ。そりゃハマるわ、はい、それでなんかそのいろいろ広角があるじゃないですか、エニシ広角とか広角とか、はいはいはい、あるあるある。それもなんか意味分かってなかったんですけど、打っていくうちにあこれ黄色が光ったらベルを引けばいいんだとか、はいはいはい、そう、ね、分かっていくうちになんかそのエンディングまでなんか行ってって感じなんで、はい、いやいいね、初打ちからいい思いした2つと、まあ、オス番長2は、まあ、ゲーセンとかで、はいはいはい、はい、面白いなと思って打つ。いやいいね、打ちてー今行けないですね、もう打ちに来たよ、こんなのこんなの NHK じゃやらないですね、本当にその通り、パチスロ教育番組ですこれはもうパチスロについて語りますはい、ということで3大休日の過ごし方ちょっとそれちゃったけど、はい、あとはあと18分ぐらい。黒ひげ危機一発懐かしいな、あったね、ありましたね、これもゲーセンで売ってましたね、うん、ゲーセンにあった、はい、じゃあ次はこちら、三大会津の偉大なる先輩花見達也さんの嫌いなところ。いや嫌いなところ、これ花見さん見てないですか。でも YouTube で見てない、どうせ見てない、この時間までどうせ見てない、あ、なるほど、そう、最初の30分ぐらいでもういいやってなるなるほど、うん、じゃあこれを嫌いなところを3つ、3つか3つあげてください。3つ、そう、これはもうちゃんと来た、ちゃんと来た質問ですから。なるほど、俺が悪意を持ってやったわけじゃないですからね、はいはい、ピックアップには悪意はあるかもしれないけど、さあ三大会津の偉大なる先輩花見達也の嫌いなところ、自分の、まあ、良くも悪くも、うん、結構具体的に喋っちゃうんでそこ大丈夫かなと思って、いいんじゃない、いいよ、よし、大丈夫大丈夫、じゃあまあこういう機会なんで、そうだよ、豊島さんのやつも多分いけてるから大丈夫だよ。なるほど、うん、花見の嫌いなところを聞きたいっていうお客さんがいるっていうふうに聞きました。はい、じゃあ1つ目、はい、1つ目はこちらです。一発目が、まあ、とにかく強い。ほう、一発目が何のことかと言いますと、うん、まあ、例えの話なんですけど、うん、その道場、防犯対策として街灯が、うん、ついております、うん、で、まあ、それを朝消すんですけど、うん、それリングを作るときについでに消すんですよ、毎朝。あ、そうね、はい、朝リング、ね、なんですけど、その次の日が、うん、なんだ、それこそ外での試合、まあ、例えば TKP であったりとか、うん、
の時って結構あの電気を消すだけためだけに下にその降りるんで結構忘れがちなんですよ。それを見つけた、例えばその他の人が見つけたら、お電気ついてるぞぐらいで終わるんですけど、花見さんはおい電気ついてるぞ早く消してこいみたいな、一発目が強いなみたいな、なんかそれ一回言ってあ分かりましたって言って二回目行かなかったらおい何やってんだよってなるの分かるんですけど、ついてて一発目がおいなんで、あ強っっていう強いなっていういいね、はい、そういう意味で、はい、一発目が強い、まあ、今の例えなんですけど、まあ、他にもそういうことがあったんで一発目が強いんですよね。はい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 、うん、なるほど、はい、花見達也さんの嫌いなところ一つ目は、いやこれ大丈夫なんですかこれ本当に一発目が強い、はい、まあ、でもねそれしたらねこれから一発目ちょっと弱くなるかもしれないから、あ、まあ、構造を見てくれて、まあそうですねいやいいねいいね、はい、二つ目はさっと出てくる、二つ目いやこれ最後に出そうと思ってたのが一個、あ、じゃあそれは最後にちょっと取っておこう、それ以外なんだろうな、いやいいねいいの持ってたね、花見さんリアルに想像できる、なんとなくわかるもうなんとなく分かられてるんだよ花見は一発目強そうだって思われてる、嫌いなところ、花見の嫌いなところ、俺はもう一個がバーン出てくる、もう忘れっぽいんだよ、ああなるほど、あいつ本当に忘れっぽいの、はいはいはい、もうねだって下で物頼んで上行って降りてこなくて何してんだろうと思ったら洗濯物干してたからねおいお前何々は言ったらしまったって言って急いで取りに行って、想像つきますねそれも、いや本当にねもう一瞬で忘れんだよね、なるほどなるほど、10メートルぐらい歩くと忘れるんだよ、タンクの話ですか、タンクさんも、タンクさんも忘れっぽいっていうか直近の記憶はあるけど過去の記憶がガンガン削られていく、はい、はい、出ました。はい、じゃあ2つ目、まあ、これは別に嫌いなところではないんですけど、まあまあこれかなっていう、うん、はい、ああそうね、酔いつぶれる、酔いつぶれるね、あいつは、はいはい、あいつはもう酔ったらめんどくさい、そうなんですよ、ね、めんどくさいそうですね、いやこの前もその一緒に飲みの席に酔ってる花見さんから呼び出されて、うん、嫌な予感するなと思いながら行ったんですけど、まあ、案の定その帰りに酔っ払って、うん、タクシーで一緒に帰ってきたはいいものの、うん、あの道場の前に寝るっていう、いやそれをそうなんだよ、シューマと自分で肩貸して運んで案の定その次の日全く覚えてないんだよ、いやそうなんだね、大変なんだよ、ね、本当に花見はねお酒そんな、まあ、弱いいくはないのかな、弱くはないと思う、弱くはないよね、あの日もめちゃめちゃ飲んでたんで、うん、一人で日本酒本当に手弱でずっとやってたんであいつ手弱するよね手弱する、あいつ日本酒の手弱好きよね、本当にペース速くて、うん、大丈夫かなってずっと思ってたらやっぱ案の定大丈夫じゃないんですよね、そうだよね、はい、本当にいやね、ちょっとねお酒はね節度を持って、はい、楽しむものですからね、はい、そう、そんなやりすぎちゃうとちょっとね、いろんな人に迷惑がかかっちゃう場合がありますからね、はい、花見お前のことだぞ見てるか見てるか聞いてるか、やばいやばいはい、じゃあということで3つ目を、はい、もう3つ目はもうこれもうあるんだこれいいのかな、すぐパンを書いて、じゃあ1回書いたら俺にちょっと見せて、いやでもこれ書いただけじゃ分かんないですよ、おお、なんかエピソードがあるんだね、まあ、まあ、じゃあこういう書き方するか、日本酒はガツン、そう日本酒はね本当にある程度自分のね限界を知った上で楽しむのがお酒ってもんですから、そう、記憶なくなるまでガンガンいっちゃってね、いろんなものを汚したりとかしちゃうのはもうダメな飲み方だと思ってます、よし、行ってみました、はい、じゃあ三大会津の偉大なる先輩花見達也さんの嫌いなところ、はい、こちらです、朝の機嫌が悪い悪いね、あ、分かりますか、もうあのね俺は、はい、そのなんだろうな、まあ、後輩にやってる絵しか、後輩にやってる絵は知ってるから、ああなるほどなるほど、うん、あいつはね、うん、機嫌悪いね、朝機嫌が悪いんですよ、でそんな中でも、うん、あのまあまあその
結構その朝挨拶してなんかこう、まあ、睨まれるじゃないですけど、うん、みたいなのは日常茶飯事で、うん、まあ、別にそれはもう慣れたんでいいんですけど、うん、あの一つえマジかっていうあの、うん、エピソードがあって、うん、まあ、これはその花見さんにもその話したんですよ。いやこういうことが ありましたよねみたいな、うんうん、でまあ花見さんもちょっとこれあんま人に言わないでじゃないですけどいう話なんですけど、おいいね、YouTube で公開するよかこれ俺編集の技術ないからねあのそのなんだっけあれあの塩も盛り塩ってあるじゃないですか。ああはいはいはい、はい、であのうちの場合はまあそのプロレス団体によるかもしれないですけど、うちの場合はあの各コーナーの下に盛り塩を置かせてもらってるんですけど、その試合の日の朝ですね、うんうん、あの塩を持ってたんですけど、うん、なんか同期のシチャリーとかシューマカが、うんうん、その塩が塩の量が少ないって言われたらしいんですよ。前にあ、はいはいはい、それ言われたから今度から気をつけてっていう話を聞いてて、うん、で自分その日にその、うん、結構皿に持ってたんですよ、うん、ちょっと多めに、ね、塩、うん、そしたら花見さんが来て、うん、なんだお前この塩みたいな、うん、多いだろうってなって、うん、でまあ、うん、多いっすかみたいな、はい、でなんでこんな入れてんのってなって、いやなんか誰かそのシューマか正気が言われたって言ってたんで、うん、自分はこのぐらい入れてますって、うん、あそうなんだ、えそれなんか確認した方がいいよみたいな、うん、言われたんですよ、うん、でまあ、その確認した方がいいよっては分かるんですけど、うん、でも別にそのめちゃめちゃ多かったわけでもなく、あちょっと多いかなぐらいの塩で、うん、結構言われたんですよ、うん、でえそんな言うって、まあ、自分は思ってたんですけど、うん、まあ、今日も花見さん機嫌悪いなぐらいで、うん、そう終わったんですよ一回、うん、そしたら花見さんがその、うん、自分が確認しないと思ったのか分かんないんですけど、うん、あのシューマと正気に自分で確認しに行ってたんですよ、誰に言われたみたいな、はい、塩が少ないって誰に言われたみたいな、うん、はいはいはい、でシューマも正気もなんかそのいや自分は言われてないですみたいな言ったらしくて、うん、だから花見さん的にはなんかその自分がその嘘ついたと思ったのかな、同期を嘘を使って、はい、かそういう風な言い逃れようとしたみたいな感じに取られたのかな、はい、で、うん、まあそうなのか分かんないですけど、うん、そしたらなんかその花見さん戻ってきて、うん、今俺二人に聞いてきたけどどっちも聞いたなんて言ってねえぞって、うん、だからなんかお前の勘違いじゃねえのかって、うん、そういうとこちゃんとしろよみたいな言われたんですけど、うんうん、あの塩なんですよ、うん、塩の量なんですよえそこでそんな怒るみたいな、これ朝じゃなかったら多分怒られてないなと思って、で同期に言ったんですよ、あのこれこれこうでその塩の量で怒られたからっていう風に2人にその注意したんですよ、うん、こういうことがあったら気をつけてねって、うん、で2人もえ塩でっつってでいやそうめちゃめちゃこう溢れんばかりに入れてたわけじゃなく、うん、ちょっと多いかなぐらいで入れてた塩の量で、うん、気にもそんながっちり見ないと気にならないぐらいのね、はい、そうなんですよ、それでなんかめちゃめちゃなんか怒られた気分になっちゃってでその話を花見さん後々したんですよ、うん、そのお酒の場で、うん、これ無礼講だから、うん、もうちょっとそういうなんか嫌なとこあったら言ってみたいな、うん、で朝の機嫌悪くてなんか塩でこうめちゃめちゃ言われたんですって言ったら、うん、案の定多分自分が機嫌悪くて多分覚えてないわそれ始まってもう普段だったら気になんねえわ、やっぱり朝だったから怒られたんだなっていう朝の機嫌が悪いっていう、なるほど ね、 そうですね、まあまあまあそういうのが気になる人もねもちろんいるからそう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 、フジタプロレスクールブレージオブレージオはもうなんだろうな、何にも多分浄化できないと思うないやでも本当に衝撃でしたね、いやしようですよみたいな、うん、しかもちょっとだよ、はい、ちょっとなんですよ誰もなんその聞いたなんて言ってねえぞって何なんだよみたいな、めちゃくちゃ怒られたゴツゴツ来たんでいや花見さん塩ですよみたいなはい、まあ、そんな思いで、なるほど、はい、はい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 、ということで、三大会津の偉大なる先輩花見達也さんの嫌いなところはそんな感じということで、残りが6分、はい、6分か、6分だともう一個やりづらいなじゃあフリートークにしよう。はい。なんかフリートーク。喋りたいこと。喋りたいこと。なんだろう。ああじゃあ話す。明日のモガキューライブの、ことなんですけど、まあ明日も、自分ちょっと予定がありまして、ちょっと時間をね9時ぐらいにしようかなっても、事前に言ってたんですけど、それをちょっと変更させてもらいます。うん、夜はちょっと厳しい、午後はちょっと厳しいので、あ、そうです、早くやれ、朝ですかって察しがいい、はい、分かりました、察しがいい、早くやりましょう、おお、すげえ、早くやりましょう、本当ですか、
明日のツイキャス、はいはいはい、朝6時早い朝6時スタートです。早いな。明日の朝6時にスタートします。へえ、はい、朝です。朝の5時ってそう、もうなんか6時で早いってなったのに5時って言わないでください。5時、先に言われちゃったらちょっとなんかハードル、ちょっと6時かよってなっちゃうんで。パチンコ並ぶとかパチンコ並ぶそういう用事ですか。いや、まさかないんだよな。ないよ、大丈夫だよ、やってないよ。はい、朝の6時、スタートです。で、ゲストは多分いないです。え、朝6時に来れる人を招集するのがちょっと申し訳ないです。なんで、なしで、あ、それかもう朝6時からスタートはします。で、三大丸々の視聴者投稿も、自分で自分のやつを送ってください。もがみ Q の三大丸々聞きたいやつを、送ってください。後でツイートもしますと思うけど。で、来たい人は来てください。おお、はい、朝6時に来たい人は来てください。ここに、はい、ここもう分かりますよね。ZW の人だったらもちろん分かりますよ、はいはいはい、ここをどこでやってるのかっていう。おお、はい、すげえそれ、はい、もう初の早朝配信ということで、ほうほうほう、そう、来たい人はぜひとも来てください。はい、いいですねそれ、はい、もう誰来てもいいです、誰来てもいいです。はい、なんで、ただ質問をね早めにください。なんで、あ、もう時間がもう今日のね、今9時終わったとして、あともう何時間後、9時間後にはスタートするのかな。そんなことない、6時だから、そうだよ、9時間後だよね。9時間後ですね。そうですね、はい、そう。なんで、見れる人はもちろん見てください。ただ見れなくても一切問題はないんです。もう何も別に、いや今日は視聴者数少ないなとかならないです。もう見ないと思うので、さすがに。なんでね、ぜひぜひ、明日は6時7時の時間で、もがきゅうライブやります。ほんでゲストはもう基本的にはなしと考えてください。自分が一人でやります。頑張ります。1時間なんとか頑張りたいと思うんで、質問いっぱい送ってください、はい、でゲストもし来たいという 2AW の選手がいるのであれば、ここに朝6時に来てください。もうマジで誰にも声かけてません。すげー、本当にすげえ、本当にマジで誰にも声はかけてません。今初めて言いました。なんで来たい人は来てください。はい、1時間の配信になるとね、ゲストがいないと多分持たないです、うん、自分は、うん、なんで誰か、来てほしいっていうのはあります。はい、ビーケンさんが了解しましたって言ってますが、来るんすか。朝6時来ますよ。多分もう出ないといけないですよ。じゃあ車で来るとしたら、これのためにもうそろ出ないといけないですよ。1時間のためにこのまま明日まで見てるはいいです、いいです。そんなツイキャスを開きっぱにしないでください。えって言ってますけど、もう多分じゃないですか。9時出たとして6時開始に来るんだったらね、高速使っても大阪だと結構かかるんじゃないですかね。機嫌悪い朝の花見選手見たいなってコメントありますね。それはちょっとね、花見さん起こして、あのマジで機嫌悪いからマジで機嫌悪い、テレビ的な面白さが出ない、ね、出ないかもしれないですね、うん、本当にごめんごめんってなって終わる悲しい終わり方をする可能性があるからそう。なんで、明日モアキューライブ6時放送です。6時から、レフェリーやリングアナもゲストかですか。ああ、もうゲスト来てくれるんだったらありがたいです。はい、来てくれるんであればありがたいですけど、まああんまり声はかけてないです。今のところは選手だけで一応回してるんで、あ、コラボならまあでもコラボ、うん、重たい可能性がありますからね。まあ、朝の6時だから多少回線は軽いとは思いますけど。あ、トミー茨城を要望する声がありますねこれはトミーさん明日の6時いんのかな、道場にいてほしいですね。いてほしいね、いてほしいですね、いてほしいねいやー、ということでね、もう見れない方はもうそれはもうしょうがないです、うん、はい、なんで、なんだろうな、ゲストで来れる2AW の人、待ってます。お待ってますすげえ。視聴者の方も朝6時に、ここで行いますので、待ってますので、ぜひぜひご視聴お願いいたします。はい、ということで、本日のモガキューライブ、たくさんのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こちらも終わりたいと思います。
なのでまた明日朝6時にお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。